明治、大正、昭和、平成、令和、古き良き時代、皆さんはいつの時代を思い浮かべますか？人は日に畳1畳、米3合あればそれでいい。僕の尊敬する武将の言葉である。発達しすぎた文明、忙しすぎる現代で、僕たち人間は大切なことを忘れてしまったのではないだろうか。今日は令和の時代に家賃3万円、昭和を生きる、そんな変わり者の友人と共に、古き良き時代を少しでも思い出していただけたらと思います。はい、どうもレジェンドです。本日なんですけど、家賃3万円、昭和を生きる男と最高のご飯を食べてみたということで、こちらです。やばくない？これ俺の友達の家なんだけど、友達多分皆さん見たことある友達だと思うんだけど、あ、じゃあお願いします。あ、お願いします。いい感じですね。よいしょ。あ、かき氷です。どうも、おぶさんです。どうしたんこれ？どうしたんとは。え、みんな、なかなかおらんくない友達にこんな嫌な人おる？だいぶ歌舞伎通しとるけど、どうですかな。それあれね、俺のおじいちゃんの力で毒ダミで。これ、どんぐらい干しとるの？覚えてねえな。半年は干しとやる。半年は干しとるな。これいつ飲む？じゃあ飲むか。飲んでみるか。飲んでみよう。飲めるか。一番うまい頃じゃない？一番うまい頃じゃない？じゃあ今日はね、せっかく昭和っぽい家にいるんで、昭和っぽいご飯を。かき氷料理上手なんよ、みんな知らんと思うんだけど、料理が上手で、俺がパスタが上手な理由もかき氷に習ったけ上手なんよ。って言うなら俺の料理の師匠で、今日はちょっと師匠に料理の腕前を披露していただきたいなってことで、昭和っぽい食べ物を食べたいな今日は。昭和っぽい食べ物、ハムエッグトーストかナポリタンなんだけど、うん、どっち？まあベーコンエッグトーストもかな。ああ、はい。あのトーストもさ、これも昭和だよな。俺こんなトースター初めて見たもん、2個。中こんな感じっすね。これ使ったことないの？ないな。これはこれパン。え、使ってみたいよな。でもまあ使ってみたい、使ってみたいよ、うん、じゃあ最高の朝食を夕方に食べようか、一緒に。夕方にね。あ、でもこのドクダミ茶ちょっと飲んでみたい。ドクダミ茶飲みたいな。あれも茶になるんかな。あれも見したいんだけど、俺は。え、気にしない。どうした？これでこれフライパンどれにする？ちょ、お皿とハムエッグトーストとベーコンエッグトースト、どっちが昭和っぽい？どっちなんだろうな。もうハムエッグじゃない？やっぱハムか。分からんけど、ハムエッグトーストとむぎ茶ポットで、むぎ茶ポットで温め茶作って、温めよう。オッケー、じゃあそれでよろしくお願いします。はい、じゃあ買い物に行ってきます。行こう。はい、ということで買い物を取りました。ちょっとでもこれ洗いたいよな。あー、まあな。アルコール除菌買ってきたんで、錆び方がちょっとマジでえぐくて、これ買った時も店員さんに言われたわ。なんか錆びた。あ、言っとったな。なんかちょっとちょっとあかんわ。錆びだけです。そうだな。はい。あ、そういう感じ。これ詰め替え用。これあれじゃない、なんか昭和館みたいな博物館とかに飾られるレベルの商品だよこれ。あの普通に一人だけだ。これ何枚だと思う？6とか。うーん、6っていいんじゃない？いけそう。これなんか上がってるよな。6入れてみようか。じゃあ昭和のお願いします。8だな。薄いな。サンドイッチみたいな。あ、いいね。ちなんじゃない。ただこれなんか上がってきとって、これがこの人に下がってもらわんと。あ、温泉だ。温泉したら下がる。お、下がった。下がった。来た来た来た。入れて入れて。オッケー。でつけよう。多分ついてるっすね、これで。で上がってくるんだよな。下上がってきます。すげえ。よし、
すごい焦げてるでしょ、これ。めっちゃ焦げてる。こないださ、体着したまま買い物行っとって危なかったんだけど、帰ってきたらそうなっとった。忘れとって体着て忘れとった。毒ダミ茶は？あ、毒ダミ茶作らんといけんじゃん。上がっとる上がっとるやん。え、早くね。おおお、すげえ。焼けとる焼けとる。いいね。あ、これしかもあれじゃん、見て内側は、あ、焼けとる。これ一回出してみて。いや、これすごくね。もうちゃんとパンじゃん。よし、じゃあパンは完成ってことで。一回肉くわ。はい。これ、夜間洗わんで大丈夫。それは洗わないけど、さすがに。これも、俺のおじいちゃんちのやつやつ。それはお前のおじいちゃんちのやつだ。一回も洗ってねえ。一回も洗ってない。一回も洗ってねえ。それはやばいわ。結構洗った方がいいぞ、多分。それはお前のおじいちゃんちのだけ。お前、俺のおじいちゃんちのやつ。こんなもんでいいだろ。いや、もうちょっと洗おう。もうちょっと洗おう。ああ、もうちょっと洗った方がいい。ドクダミ茶ってどうやって作るの？分からんけど、あのまま茹でる。まあ、お茶はそうなんじゃない。ちょっとで余るけ。飲まんけ。そん飲まんけ、そんなお前。よし、じゃあちょっとついていこう。はい、じゃあドクダミ入れていきます。袋みたいなのに入れてさ、こうネットみたいなのに入れて。ネット内のなんかこう排水口ネットみたいな。いや、ないと思うけどな。これそのままいいんじゃない。そのままね、もうめんどくせえ。そのまま行こう。これぐらい使いますね。おー、足りる。いやー、どうだろうな。もうちょい行っとくか。こう回っとくか。うん、ぐらいな。ちょっと火かけてみるか。うん、これ入ってないけど。ごめん、取ってくるわ。にくいだっけ、これ。あっちにしようか。じゃあ普段使ってますけど、これは。あ、使ってるけど、今日はちょっとなんか調子悪いですね。様子おかしかったな。いきます。手貸す。これ、やっぱなさすぎだろ。匂いせんもんな。味出る。待ってる間ちょっとかき氷の部屋の紹介でもしようかな。このテレビつくん？一応つくのはつくよ。チネジとかメインです。チネジ。あ、つくじゃん。でも砂嵐しかつかん。つないだら使えるけど。あ、すげえ時代感じるわ。なんか懐かしいっちゃ懐かしいよな。懐かしいな。砂嵐のな。ちょっと気分が落ちた時砂嵐見るみたいな感じ。いや、いいな。怖いわ。ありがとう。こっちは？お。これは、わからんもんね、人趣味なんだ。なんもないよ。これ誰？山口百恵。山口百恵が好きなの？好き。かっこいい。かっこいい。これ、ドクダミ茶沸かすのに時間かかりすぎて気が落ちる。始めた。開けていい？やばっ！めっちゃいい匂いする。すげえ。ガチでめっちゃいい匂いする。なんかお茶の匂いする。でもまだだよ。いいんじゃない。もうけ。よし、これでじゃあ一回探しましょうか。はい、ということでハムエッグトーストをね、作っていきたいと思います。ハムからだな。お願いします。これ1枚こんな厚いかな。いや、4枚入りだな。ああ、そういうこと。4枚まとめて。かき氷のでも2回入りの小ささ半端ないな。ハムエッグトーストブダメちゃった。おお、めっちゃいい匂いするな。やばいな。めっちゃ贅沢じゃない？俺こんな贅沢な食べたことある？いや、ないな。普通の家庭は一人一枚だろうかな。一人何枚食べれるの？六枚。六枚だな。二枚ずつや。ああ。いいじゃん。はみ出しとるか。これ。たた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 。うまそう。ハム。ハムやばいよな。お前、さすがに、健造、お前。お前、大きいことって全部あるよな。うわぁ。やばい？うん。もういいんじゃない？どう？いいんじゃない？はい。乗して。お前2枚だけど。お前もう食ったっけ？ちっちゃいな、ほんと、お前。はい。これ待って待って。これ半分ずつ、半分ずつ。油。これでいい油。油。はい。どれぐらい？
ッケー、お前、はい、料理したことある？あるわ。焦げ取るがないや。火やめて、外しとるけ。いくで。はい。お、いいね。これやばいだろ。うまそう。これは最高。これは絶対うまいで。おい。こういうの火力大事だっけ。まだじゃん。あっちゃ。もういいんじゃない。どう。いいじゃない。いや、なんか。見てね。火止めて。火止めて。いや、なんか違うな。なんか半まだ黄身がちょっと生だろ。だよな。うん。ひっくり返す。ひっくり返すとかじゃないか。最高のジブリ飯食いに行ったのに。ジブリ飯。ちょっと待って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 。ちょっと待って。汚ねえな。あ！ちょっと待って。人生ってうまくいかんもんだな。だいたい俺とお前が一緒におったらこうなる。そうだな。ちょっと待って、いいか、今日まだだな。一番取っとかないけんとこだろ。ちゃんとお前見て、ちゃんと崩れたの俺の方にっていうな。優しいな。この優しそうなポイントだな。これだけはマジでな。きた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 。うん、お完成。完成ですね。これ麦茶ポット。うわい、お、すげえ、お、色がお茶だ。やば、香るもんな。香るな。じゃあ、どうした？すげえ。近くで見てほしいな。これちょっとマジやばいよな。これが昭和を生きる伝説のドクダミ茶だ。ちょっとなんか浮いとるもんな。まだ、じゃあちょっと入れていきますか。お願いします。うわ、ちょっとまだ高いけど最高だな。うわよいしょ、昭和だな。うまそう。ちょっと調味料もいい、麦割りちょっと塩コショウでいい。うわしゃ、塩もこれコショウだけだ。塩コショウだ、これ。あ、塩コショウな。うまそうだな、かき氷のなんかということで、いただこうか。じゃあ、いただきます。いただきます。これは手だな。手だな。どんな味するんだろう。怖な。ちょっと怖いよな。このパン怖。うわっ、うまい。うまい。うん、うまいな。めっちゃ懐かしい味ですね。うん、うまい。懐かしい。雰囲気もあるしな、ここ。おばあちゃん家みたいな。そうそう。おばあちゃん家に出てきそうだもんね。パン全然美味しいやん。めっちゃサクサクじゃないパン。思った。めっちゃうまいよな。普通に食える。贅沢だわ、これは。ちょっと毒ダメちゃうな、みんなみたいな。確かに。香りちょっと増すかもしれない。ごっつい。ごっついよ、うん、あ、めっちゃうまいぞ。嘘。ほんとだ。めちゃくちゃうまくない、うん、うまいな。飲めるんだっていう。もっとまずいと思ってたんだけど。ちょっと癖あるけどな。めっちゃうまい。これやばいよな。びっくりだな。うん。これはうまい。うまっ。お前の準備だ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。ということでね、ありがとうございました。美味しかったわ。また、プルフでちょっと、そうだね、次ナポリタンとか食べたいな。ナポリタン昭和っぽいし。ということで皆さん、この動画が良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、本日もこのスケジュールで終わりたいと思います。え？あれ？あれね。こうなっちゃうよね！ありがとうございました。アウトで。